たまたま技術的にこの無形資産をデジタル上で特定して、はい、その資産価値をつけて流通させていく。でその流通していくものもこう二次流通も全部終えますということができる、はい、この無形資産時代に一番あったこうイノベーションとしての必要な技術、なるほど、だからこういうことが起こってるのかなって思います。ということで今回はですね、コインディスクジャパンの上本由紀さんに、来てもらってます。上本さんはコミュニティですよね。今 NFT といえばコミュニティが熱いって言われてるんですけど、ちょっとそこがなかなか想像しにくいと。ただ実際ニューヨークに来てコミュニティについて考えたりとか実際体験されてるので、その話をしてみたいと思うんですけど、はい、まず率直にどうですか、ニューヨーク来てみて、はい、NFT ニューヨーク。そうですね、なんかこんなに盛り上がってるんだと思って、多分2万人近く人が来てると思うんですけど、カンファレンス自体に参加してる人たちもすごい熱量高いんですけど、周りにこうサイドイベントがたくさんあって、特に NFT の、取引高上位の、まあ、ブルーチップ銘柄って言われる、はい、フェイシーとかムーンバーズとか有名な銘柄のことですね。そうです、そういうコレクションがそれぞれ開催しているサイドイベントっていうのがものすごく一個一個熱量が高くって、それがすごい驚きました。中には数億円ぐらいかけてやってるみたいなちょっと噂聞いたんですけど。そうですね、多分運営側が本当に数億かけて、例えばスティーブ・アオキーとかいろんな DJ とかアーティストを誘致して、でもホルダー向けにとにかくスペシャルな体験を設計するみたいなのをものすごいやっているのかなと思います。そういうイベントとか会員だけが味わえる特典ってこれまでの時代もあったと思うんですよね。なんかファンクラブとかパーティーとか、うん、それとは何が違うんですか。確かにそうですね、なんか NFT をまあ、認証として使って、まあ、実際にこう物理的には、はい、持ってますねみたいなのを確認して入ってもらうっていうことなんですけど、多分この1年とかで NFT ってすごい盛り上がっていて、まあ、コロナも相まって、多分今までオンラインのコミュニティですごい盛り上がってきたんですよね。Discord とか Twitter とかを通して、みんなこう、コミュニティのコントリビュートとかを、今までそういうことをしてきた人たちが、初めてなのか何回目なのか、まあ、コロナ多少明けて、ここまでの規模で集まるのが初めてだから、ホルダーだよねみたいな、 あのアイコンの人だよね、あのアイコンのそこまで認識されてる人はなんかすごい発言力のある人だとは思うんですけ ど、そういうエンゲージメントみたいなのが、はい、これまでのコミュニティを通して今回集まってるっていう状態なのかなと思って、それがチケット戦ってきた人たちがなんか面白いですね。実際上本さんはフェイシー一番有名なの猿の、はいはい、あれに参加されたんですよね。参加させていただきました、はい、中はどうなってるんですか。3、4階建ての大きい、まあ、会場で、ハドソン川沿いの、あ、そうです、そうです、はい、すごい素敵なところ で4階とかが、まあ、ライブ会場、野外フェスみたいな感じになっていて、他のフロアではグッズを販売していたりとかして、全体の会場の中でフェスの体験もできるし、ホルダー同士のコミュニケーションを飲んだりとかもできるし、グッズも買えるしみたいな、こう全体としてエンタメが設計されてたみたいな。なるほど。そうするとその NFT が、まあ、秘密クラブの会員権みたいというか、あ、まさにそんな感じですね。なんかやっぱ楽しいんですか。普通にパーティーっていう感じなんです。盛り上がってはいるんですけど、コミュニケーションの仕方が面白いなと思ってて、まあ、持ってる人もいるし、持ってる人についてきた人もいたりするんですけど、何人かお話ししてみた中で、やっぱりクリエイター側の人もすごい多かったりして、はい、LA で音楽、制作会社をやっていて、はい、でまあ、個人的に持ってますと、ベイシー。最近研究をし始めて、会社としても NFT をこれから音楽でどうやって使っていくかっていうことを調べ出してて、それできましたっていうので、ブロックチェーンとかクリプトは別にそんなに詳しくないですよね。ラッパー風の人がいたりとか、そこが全然違うなと思ってました。なるほど。そうすると、まあ、初めてというか、いろいろとベイシーのホルダーの人と話したと思うんですけど、はい、どんな人が他にいましたか、はい、なんとか今までのイメージだと、お金持ちなのかなと思ったんですけど、はい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 、どういう目的で、どんな職業の人が持ってるんですか。ベイシーも多分、一番最初出てきた時ってそんな高くなかったはずなので、はい、そういうなんか、子さんの人もいたりはするんですけど、当然最近買った人はお金持ってる人が、はい、まあ、どのくらいするんでしたっけ。数千万とかありますよね、はい、そこは結構そのお金持ちだというとそれぞれだと思うんですけど、仮想通貨の暗号資産の投資家っていう人もいますけど、それ以上に今言ったようなクリエイター側の人たちっていうのがすごい多いのかなって感じしましたね。そのクリエイターの方にとっては同じような価値観を持ったりとか、うん、猿の絵というか何と見えない、はい、まあ、だるい感じがいいねみたいな、はい、共感できるっていうのはやっぱり面白いところなんですかね。それはそうだと思います。まあ、暗号資産もそういうのはあるんですけど、よりこうその見える化されてるので、直感的にかっこいいとかかわいいとか、そういうところでまず共感性が生まれるっていうのもあるし、まあ、プラスその裏にある本質的な価値って何なんだろうっていうのは多分すごい追求されてて、はい、フェイシーだったらやっぱり IP を開発していくプロダクションとして、はい、最近メタバースとかも作ってますけど、他のまあ IP も買収して、ホルダーの皆さんにこう商業利用権も与えて、みんなでこうブランドを作っていくみたいなところが、会社としてもやっぱり評価されているので、それを応援したいみたいな人もいるだろうし、そういうなんかプロジェクトの本質的な価値みたいなのは、まあ、みんな見出してはいるけど、それでも暗号資産よりももっとパッとなんか好きみたいなのが追われるっていうのは、なんとなく同じような人がいるっていうのはありますよね。
それ面白いですよね。NFT っていろんな、まあ、なんとなく素人目から見てくると、いろんなカードを集めてるだけに見えたんですけど、というよりプロジェクトに参加してるみたいな、すごく面白いと思ったのは、これまでは、どうしても、ジャック同士のサークルツイートとか、はい、ビープルとか、なんか高額のお金がかかったということで、有名になったんですけど、実は NFT をめぐっていろんなコミュニティが生まれていて、この人たちも受け身ではなくて、このブランド自体を作っていくみたいな、そういう関係になってるってことですか？なってきてますね。はい、まだなんかやっぱガス代の問題とかが一部あるので、はい、ここが安価になってるかって言ったら、まあそうでない場合もあるんですけど、はい、例えば最大でも1万個とかなので、はい、ここにいる人たちって別にそこまで他の NFT 以外のもののブランドのようには多くなくて、ここに参加してる人もなんか限定感みたいなのはあったりして、でまあ、オンライン上ではディスコードとかツイッターとかで、はい、じゃあ自分これやるよとか、うん、あれやるよとか、じゃあこのプロジェクトどうしていくみたいな DAO 的な活動もあったりするわけですけど、それがこうリアルになった時によりこうエンゲージメントが高まるみたいなのが今起こっていることなのか。面白いですね。実際ニューヨークに来てみてどうですか？ナイキとかいろんな世界的ブランドが NFT を通してブランドを作っていくと思うんですけど、はい、今後のトレンドでどういうふうに感じますか？既存の IP とかブランドが活用していくっていうのは当然あると思うんですけど、この NFT の最先端のユースケースってさっき言ったブルーチップって言われる、まあ、あの銘柄の皆さんで、いろんなトライアンドエラーを繰り返してコミュニティ作りができてるので、すごい熱量なんですよ、はい。なので、そういう NFT 初のブランドとしてコミュニティができてるところに、既存のブランドがこう一緒にコラボレーションして、そのコミュニティを波及させていくみたいな動きもあるので。確かにあの、ベーシーの猿のマーク、いろんなグッズが今出てきますよね。はい、いろんなブランドともコラボし始めてるんで、はい、そういうのがこう、日本初の NFT でもあるかもしれないし。確かになんか芸能人みたいというか、ここと組めば、自分たちのブランドも有名になるので、今までのトラディショナルブランドも、そうですね。組みたがってますよね。そういう展開もあると思う。なるほど。あとなんか発見したことはありますか？あと発見したこと、なんだろうな。皆さん口を押さえているのは繰り返しになったけど、やっぱブルーチップのブランドがどんなコミュニティ作りをしてるかとか、っていうのが体感できたというのがもう一言で片付けられてしまうかもしれないですね。ベーシー以外はどんなブルーチップのブランドが、はい、こんなすごいことやってるってありました？アップルキャッツっていうのは、次世代のハローキティみたいな。なんかちょっと猫の可愛いまんまるとした、はいはい、トトロみたいなやつ。そうです、そうです、はい。それになるみたいなことを言っていて、その、またベーシーとかとは違 う, こうブランド作りなので、ホルダーの人だけじゃなくて、なんか確かに誰でも入れるエンタメ屋敷みたいなのがあって、はい、その中でなんか、ちょっと詳しく分かんないですけど、クイズに答えるとか、あと何かしらこう、そのクエスト的なものが体験できたりとかして、ホルダーの人たちにはこう優先権で設計されてるとか、子供でも大人でも楽しめ る, るあのサービス設計みたいなのをしているっていうのも聞きましたし、デュードル、バレル・ウィリアムズが、はい、ブランドスタイル責任者にデュードルとかもあったりして、それぞれのコレクションプロジェクトが目指している世界観みたいなのが全然違って、それぞれ運営側が発信しているお金をかけたブランド設計と、そこに参加しているダオっぽいコミュニティの人たちの毛色が違うみたいな面白いです。なんでそのブルーチップ銘柄の人たちってそんなにお金をかけてすごい世界観を作ろうとしてるんですか？フェラーリみたいなあのブランド戦略というか、はい、マスに向けて思いっきり何かするっていうよりかは、お金をかけて持ってくれてる人たちが、まあ、最大で1万人とかいるので、はい、その人たちにどれだけ発信してもらうかとか、どれだけエンゲージメントを作るかっていうところを多分大事にして、はいはい、それだけのお金も集めてるので、使い方としてはすごい楽しい、そうな気がします。それ面白いですね。やっぱ1万限定というのが、ちょっと今外でやってるんでうるさいんですけど、すいません。1万限定ではすごく大きいと思ってて、いろんな世界的ブランドってこれまでファッションとか、化粧品とか、ジュエリー出てきたんですけど、結局最後マスに届けなきゃいけなかったりとか、自分の最初のコミュニティを超えて、大量生産しなきゃいけないんですね。でも1万っていうの数はちょうどいいですよね。そうですね。いや、本当なんか、1万じゃなくても多分良くて、はい、100とかからしてもいいのかもしれないし、他と違いますよね。100人に評価されたら多分それでいい世界っていうか。それが成り立っちゃうってことですね、今までは。とにかく大量にリーチしないと企業として存続できなかったけど、まあその1万ぐらいできちゃうと思います。そうですね。しかもやっぱりそのリアルなものじゃないから、あの細かい話、配送料とかないじゃないですか。はい、そう考えるともうあの自分が思いついたものとか作ったものを一気に世界中のあのファンを、まあ、1万人なり100人なり作っていくっていうことなんで、はい、全然考え方が違うし、すごいグローバルな国。確かにその時にすごくイメージしにくいのは、はい、どうしてもじゃどんなものなのか具体的なのっていうことを聞こうとしたんですけど、参加しないと分かんないというのはありますよ。まあそうですね、はい、確かにそのだから NFT その JPEG 眺めてるだけじゃ分かんないですよね、はい、それが単なる画像データじゃんって思っちゃうんですけど、それがやっぱりこう認証として、はい、あの使われて、でそれがコミュニティへの参加権であるっていうことがオンライン上で体感するっていうのもありだし、今回みたいにリアルで、はい、あの何か設計されてる時に参加してみるっていうのもありだし、そういう体験を通してなんか気づきが出ていくのかなと思うんですけど、まあ、今回でも結構日本からたくさんの人たちが来てて、はい、こういうのってやっぱ日本でないよねっていうのをみんな言ってて、ね、なんか NFT ならではのブランド作りをこう体感できるイベントとか日本で作っていきたい皆さん言ってるので、なんかできるかもしれないですね。例えばですね、まあ、ユニクロさんがやるとしたら どんなことすればいいんですか、世界観。それ難しいですね、はい、さっき言ったように既存の IP さんとかブランドさんが何かするパターンもありだし、はい、まあ、ゼロからやっぱり NFT、ね、
オリエンテッドというか、はい、そういうところとコラボレーションするっていうのが今はなんか世界的な潮流としてはあるのかなと思いますけど、なんかゼロから作る場合、まあ、ニューヨーク来られてどうやったらブランドとか世界観って作れると思いますか？いや、これ多分それぞれだと思うんですけど、なんかやっぱり可視化されてるかっこいい、かわいいみたいなのがありつつ、そのプロジェクトのやっぱビジョンとか、ロードマップがやっぱすごいあるんですよ。皆さんすごいはっきりしてて、はい、そこに対して共感してくれる人をどれだけオンラインでグローバルで少しずつ作っていくかっていうところがあって、はい、よくあるのは、まあ、インフルエンサーとか、はい、まあ、いわゆるセレブリティの人たちが最初に支援してくれた、はい、それを発信してくれたからみんな同じように持っていきたい、そのコミュニティに参加していきたいみたいなパターンは結構あって、実際こう、その、まあ、ブルーチップまでいかなくて、今、イマージングなプロジェクトって、はい、こういう場に実際にリアルに紹介して自分こういうプロジェクトを作ってるんだとかって言って、でもファンになってもらうみたいな、こう地道 な、はい、なんだろう、営業活動に近いようなこととかを皆さんされてるので、うん、普通のブランド作り変わんないんですけど NFT なんで拡張性があるみたいな感じなのかなと思います。面白いですね。世界観でいうとちょっと分かんないのの猿 の、うん、あのベーシーってどんな世界観を体現してるんですか？はい、それは何ですかね、はい、難しいですね。なんて言うんだろう。実際なんかね、パーティー参加されて、私ホルダーじゃないので、はい、ちょっと実際にどういうコミュニケーション行われてるかまでは分かんないんですけど、はい、その前独自のものを作っていったりとか、はい、その商業利用権をそのホルダーの皆さんに与えて勝手にブランド作っていっていいよみたいな、この辺も全部なんか NFT プロジェクトとしてはすごい新しいことやってて、はい、うん、そういうその、まあ、NFT の最先端を作っていってるみたいなところに共感してる人が多いのかもしれない。確かにそうですよね。なんかブランドだから囲い込んで使っちゃダメっていうんじゃなくて、自由にまあ二次創作というかやっていいよっていう、NFT ならではのブランド作りを一番こう最先端で作ってるっていうのはあると思います。なるほど。アップルみたいな存在なんですかね。あ、そうなのかもしれないですね。なんかこれから多分いろんなものを作っていくだろうし、そうですよ、なんか業界のリーダーというか、そうです、ジャスティン・ビーバーとか人間とかでしたっけ、はい、とかですけど、セレブリティの皆さんが支援してるので、そういうところの面白いって感じてるのも、ラッパーの方多いらしくて、ホルダーに、はい、なんかこう音楽性というかカルチャー色がやっぱ強いですね。かっこいい、普通に。確かに。そうするとなんか今までラッパーの人と、まあ、普通の人って距離があったのは、うんうん、同じ NFT ホルダー、ベイシーのホルダーということで対等になれるし、そうですね、一緒に話せるというのが大きいですよね。その、ベイシーのホルダー同士でなんかバンド組んで、はい、曲出したりとか、映画作って、はい、自分 の、 その持ってるベイシーが登場したりとか、はい、レストラン作ったりとか、はい、皆さんホルダーがやってるので、そこはすごいですよね。そういうのやっぱ参加したいって、僕も会場まで行ったんですよ、はい、で綺麗で、はい、あ、タコスがあったんですけど、タコス買えなくて、はい、買えなかったですよね、持ってないから、はい、で入りたくてすごく羨ましかったですよね、はい、すごい上手くて、はい、なんかホルダーじゃないと基本は入れない、プラスワンとかあるけど、クールキャッツみたいに広くみんなに愛されるように作っていくパターンもあるし、はい、ベイシーってそのセレブが持ってるとか、なんかかっこいい、入りたいみたいな作り方がすごい上手いの。なるほど。なんか T シャツとかもすごい長蛇の列だったって、すごかったです。あの日本の方もすごい並んでましたけど、あ、もう一個ブランドで言うとゴブリンのなんかパーティーみたいなのがあって、あ、はいはいはい、12時ぐらいに開かれて噂があったんですけど、直前まで開催時間が発表されずに、はいはい、11時50何分にいきなりツイッターでバーって回って、はい、その現場に行ったんですけど、間に合わなかったんですよね。あ、その辺もだから皆戦略的にやってますよね。そうですよね。で、なんか警察が出動したりして、はい、はい、はい、一周みたいになってますね。そうなんですよね。で、あのキャラクターもちょっとなんか、はい、少し、なんていうんですかね、汚いものとか、見にくいから美しいんだとか、うん、ちょっと外れてるからこそいいんだみたいな感じと、警察が来たこのパニックな感じは世界観が一致すぎちゃって、うん、ますます好きになるというか。確かになんかメッセージ性はやっぱそれぞれ違うのが、はい、やっぱリアルで体感できたのが面白いですよね。オンラインなんで、見てるだけですけ ど、はい、ど、集まってる人の感じとかも含めて、はい、こういうの増えていくといいですよね。あとその参加者の中で結構デジタルネイティブの人に話すと、はい、みんなやっぱりピンとくるのが、うん、そもそもゲームとかで自分アイテムを買ったりとか、アバターとか服を買ったりして、はい、それはすごい価値があるものだと分かってるから、はい、NFT にも価値があるって自然に分かるんですよね。ちょっとこの用意したんですけど、はい、ちょっと世界的な流れというか、S&P の、まあ、アメリカの主要企業の有形資産と無形資産、まあ、これはまあお店とか、まあ、工場とか形あるもので、例えばまあアイディアとか特許とかですね、あとまあ人的資産っていうのが、まあ、昔は当然こういうリアルな工場とかお店みたいな店舗とか建物の価値が圧倒的に多かったのが、この時代、まあ、ネット革命もあったと思うんですけど、触れないものの価値というか、姿形ないものこそ価値がある、まあ、世の中にすでになってる、まあ、NFT 以前からなってるものですよね。この辺どういうふうに見てますかね。いや、まあ、まさにこの流れがもう大きな潮流としてもともとある中で、 NFT がたまたま技術的にこの無形資産をデジタル上で特定して、はい、その資産価値をつけて流通させていく、でその流通していくものもこう二次流通も全部終えますっていうことができる、はい、この無形資産時代に一番あったイノベーションとしての必要な技術、なるほど、だからこういうことが起こってるのかなっていうこと。この流れってどんどん進んでいくと思いますか？もうこっちから有形から無形。いや、そうですね。まあ、暗号資産も多分こっちに入っていると思うんですけど、はい、これだけなんかグローバルで、コロナの影響とかもあって、どんどんデジタルってなっていくと、そこに必要な技術基盤がブロックチェーンとして、はい、Web3 としてあるので、もう拡大を進める一方みたいなことなのかなと思います。最後に、まあ、はい、NFT って、まあ、1.0、2.0、3.0、はい、いろんな議論があるんですけど、はい、今後どうなっていくと思いますか？
どうなってくるんですかね、はい、で今回のコミュニティみたいなのってなんか最初出てきたアート、はい、一点物のアートみたいなのが多分全体の取引高も 10% とかそんなものになっていって、まあ、コレクタブルそのベースみたいなのが、まあ、結構な多分チェアを示したりとかするんですけど、それも今そのトライアンドエラーが繰り返されている中で、うん、まあ、NFT の認証というその特徴を使った、はい、コミュニティへの参加権でブランド作りっていうのが一個の側面としてものすごく拡大してると思うんですけど、だから他にも多分いろんな使い方があって、ブームもこの半年とかここまでなってきてるので、だからまあこれからゲームもあるだろうし、いろんな発展がしていくので、まあ、どうマスアダプションしていくのかっていうのは課題ですけど、まあ、でもなんか予想できないところが面白いのかなって思います。そのマスアダプションっていうか、みんなにもっと浸透するためには何が壁、まあ、みんながによく来れば分かるかもしれない。そうですよね、はい、まあ、ウォレットとかすごいこう、うん、UX 的にあのやりづらいところはあると思うんですけど、ここにいる人たちもその UX の、 その難しさを超えてまで欲しいと思ったからやってるんですよ、はい、なので、まあ、1個はそのコレクションプロジェクトとしていかに面白いものが、まあ、世界中で日本でもどんどん出てくるかっていうのはこれは多分絶対加速していくので、まあ、1個マスアダプションの1個 の、 あの要因になると思うし、まあ、もう1個は UX は、まあ、いろんな事業者さんが今取り組まれてるので少しでも改善してくるじゃないですか。コレクションって最初、はい、自分に合ったコレクションどうやって探せばいいんですか。難しいですよね、はい、あの我々もメディアやってるので、はい、いかにその人の暗号資産だったら、こうその技術的にどう優れてるかとか、ロードマップがどうかとか、価格帯とかそういうところだけなんですけど、NFT だともうちょっと直感的なものがあったりするので、そこをどうマッチングさせていくかっていうのを我々も取り組んでいたりはします。本当これなんかニューヨークだけじゃなくて NFT 東京とか開きたいですよね。あ、そうそう、開きたい、やりましょうよ、はい、やりましょう、はい、なんかチャンスはあるんですかね、はい、東京やったらみんな来ますか、世界から。それね、なんかやりたいですよね。うちもなんかブロックチェーンカンパニーとかやってて、はい、あの前やった時は3割ぐらい海外の人来てくれたりとかその時は NFT なかったんで、コロナの規制次第では多分全然みんな来たいと思うんですけど、はい、でもどうですかね、なんかやっぱこのブルーチップ銘柄を直接日本に誘致するみたいなところまでしないと、うん、はい、ちっちゃいコミュニティはたくさん日本でとか海外から来てもここまでお金使ってそうですよね、っていうのはないかもしれないんで、確かにここはなんかみんななんか招こうとしてるんで実現しそうな気がします。ブルーチップ銘柄招くか、日本初のブルーチップ銘柄作るか、作るか、そう生まれてほしいですよね。生まれてほしいですね、はい、それがなんか新しい日本のパワーになるというか、うんうんうん、まあ、でも近いような気がします、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、コインデスクジャパンの上本由紀さんに、はい、今日はコミュニティを中心にお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。